こんにちは。こんにちは。今日はね、はい、誰でしょう。今日はね、こちら今までずっとさ、うん、まあ一応、まあ、女性のさ昭和アイドルばっかさ、まあ使ってきたって言ってもちょっとね、おかしくないね。やっぱり結構ね、割合的にね、うん、やっぱりそうそう、おかしくない。合ってる合ってるよな、うん、正しいことやった言ってるもん。言ってるで、それでまあ一応少年代っていうねアイドルをさ、ね、そう紹介して、それもめっちゃコメント多かったの。そうそう多かった。実際その韓国人のコメントにもあったから、うん、でまあ一応してみたいなと思って、うん、で俺はそこまでまあ一応詳しくないけど、あのまあ一応韓国で結構さ、まあ、知られているまあ一応その男の3人グループが一応おるけど、コバンチャっていう韓国語で消防車っていうグループがあるけど、うんうん、その影響を最初にそのされたのが、影響された理由がその少年隊からそのそのモチーブになって、でそれからまあそのグループを作ったっていう感じで、うん、あそうなんや。で実際なんか日本語のさコメントにもちょっとあったよ、その、まあ、ちょっとなんかね、なんかそのグループが日本のことさパクったみたいな、うん、そういうのがちょっとあったけど、まあ、実際調べてみたら実際その、まあ、グループ自体がそれを、まあ、一応モチーブとして、まあ、受け入れて、まあ、それでまあ一応作ったって感じ で実際このグループは本当にめっちゃ韓国でめっちゃかなり人気で、あそうだよ、そう、そう俺のなおかな、親父世帯やったらかなりめっちゃ、まあ、好きやったみたいなグループ、実際俺がちょっとまあ知ってる程度やったら、うん、あれじゃないの、少年隊ってジャニーズの、あ、そうだね、やっぱやろ、そう、一期やろ、あ、一期ではないかも。え、そうなん、うん、トシちゃんとか、うん、マッチとかが多分一期で、その次のじゃん、あ、一期違う、え、どっちやねん、どっちやねん。ジャニーズはジャニーズっていうグループから始まってたと思う。え、そうなん、うん、え、確かそう、え、ジャニーズっていうグループがおるもん、うん、え、そこから始まって今のジャニーズみたいな感じで、え、それはめっちゃびっくりよ、うん、え、それがミスカルしたいや、めっちゃ、うん、あーそうだね、そうジャニーズって、でもそれやったらもう、うん、歴史古すぎる、深いよ、ジャニーズはそうなんや、知らんかった、俺も全然知らんかった、で、そこ、それがジャニーズっていうグループが一期で、まあ、後からちょっと少年隊が出てきた、うん、少年隊は80年代で松田聖子と中森明菜くらいの、うんうん、あ、その頃は被ってる、被ってない、マッチがギンギラギンにさりげなくやってたぐらい、あ、ギンギラギンさりげなくなった、多分だんだんギンギラギンさりげない、ギンギラギンってことはやっぱ俺から発想させて、なになにギンギラギンにさりげなくギンギラギンにさりげなくおめでとうそれがマッチ、うん、マッチで、うん、マッチのその後輩が多分次は少年隊だと思うんだよね。ああ、 そのマッチのバックでジュニアとして踊ってたのが、うん、あの研究生として踊ってたのが少年隊。ああ、要はあるな、そういうの、うん、そうそう、それでレコードデビューが84年だったかな、4年か5年ぐらい。男の人の、その人はマッチっていう人は、マッチは、うん、ちょっとマッチの、ごめん、本名というか近藤雅彦、あ、近藤雅彦、あ、そうそう、はい、なんかね、ジャニーズの人はやっぱあだ名がついてたから、少年隊もみんなあだ名があって、ひがし、ニッキー、かっちゃんとか、かっちゃん、なんか昔のアイドルってね、確かに俺にもつけてほしいな、おー、すんちゃん、いや、そのままや、そのままや。あ、それか、まあ一応、見せてや、うん、その、一応一番日本人に知られてる曲っていうか、日本人に知られてる曲、そう、それ帯でさ、多分ちょっと違う、大丈夫、パソコンの開き方、パソコンの開き方してる、開いた、開いた、押したのか、開けた、あ、じゃあこれ、立ちかけちゃうから、待って、待って、ね、うん、そうだね、カメラ紹介は一番有名、これでデビューしたんだけど、うん、そうなんよ、俺全然知らない、ね、俺やっぱスマップからやから知ってんの、あー、確かにね、うん、今でも古田さん、古田さん、うん、せっかく知ってほしい、あ、うん、あこれデビューなんや、うん、じゃデビューから結構ヒットしたってことな、そうだね、デビュー前からやっぱり、うん、あのこういうヒット夜ヒットとかには出てたらしい、うまいな、踊りはすごいんじゃない、ジャニーズってな、このパーマがかかるのかっこいい、してみたな、やっ
たら前は。うわうわ爆中、3人とも爆中ができるんだって、うん、ジャニーズってそういうイメージ、運動神経めっちゃいいよな、ね、すごい、この人らがスマップの先輩かそうだな、やっぱり踊りがちょっとやっぱりメイン、なんかパフォーマンスが結構さ、メインになってる感じが、本当に、うん、歌って踊れるアイドル、うん、オッケー、あれよね、なんかこのミュージカルをずっとやってたから、うん、あうん、知ってるわ、めっちゃ有名やな、確かに、うん、でもやっぱりあれじゃない、さっき言ったその韓国のそのグループも実際そのグループが今までなかったその男3人っていうその珍しいなんか構成として、まあ、一応デビューしたから、うん、それがめっちゃ、まあ、一応ヒットのポイントってよく言うけど、うん、これもなんか日本もそうやった、この少年隊のさ、うん、前にあ3人グループ、そう男3人でさ構成されたグループとか珍しいんちゃう、やっぱりトリオとかいたね。いやいやいや、なんか普通に3人じゃなくてこうやって踊りながらさ、パフォーマンス、アイドルなん、うん、渋谷期待とかも踊って、あ、渋谷期待もなんか聞いたことある、確か渋谷期待も3人だったよね、でこんな感じ、全くこんな感じ、うん、こんな感じ3人だったかな、うん、あ、だからまあ初ではないんじゃない、うん、やっぱりその日本で、そうだね、でもやっぱりその少年隊はジャニーさん、あ、その社長がもうジャニーズの最高傑作っていうほどの、もう本当に多分伝説的なアイドル、もうクオリティのね、うん、高さがやっぱね、すごかったみたい、あ、そうなんや、うん、マイケル・ジャクソンの振付師の人のレッスンをしてた、ずっとやってたって確かに、うん、らしいね、え、まあなんか踊りもちょっとなんか似て、うん、なんか似てるもんな、マイケル・ジャクソンとなんかそんな感じの、なんかね、そういう、ね、実際見てた、マイケル・ジャクソンって、マイケル・ジャクソンを見てた、うん、うん、意外やな、そうじゃない感じや、いや俺ジャクソン5とかも聞いてたから、あー、意外やな、僕はね、バラード以外もそう、うん、バラードしかのイメージそういうことバラード工事ぐらいやいや、バラード好きやけど、うん、全然それも好き、へー、この音楽が一番有名か、そうだね、でも韓国の多分やつ見てたら、うん、初年代普通に韓国でさ、おったらさ、うん、この、まあ、一応さ、あるけど一番有名な曲は ABC っていう、あー、ほんと？え、そうなの？じゃあ、今ひょれったいな話して ABC いいね、ABC っていう、そうそう、はい、あ、そうなんだ、え、はい、私、ほんとめっちゃ好きだ、うん、ちょっと待って、で、まあ一応 ABC っていう曲が一番人気やけど、まあ一応聴いて、え、聴いてる？一応聴かしてよ、そう、韓国人の一番有名な、ね、うん、これで聴かんっていう選択肢失礼やね、初恋祭にめっちゃ失礼やね、ここまでやってきて、いや、大丈夫みたいな感じでさ、あいつ行こうよ、うん、ABC って聞こえる、うん、え、すげえ、うん、かっけー、かっこいいね、うん、この曲はやっぱダンスが少年隊らしさが出して歌っててる、やっぱりダンスうまいな、めっちゃね、キレがある、うん、体感がすごいんじゃない、錦織さんはもうダンスのレベルがすごい、あ、そうな、3人の中でも、うん、あ、そうな、うん、スタンドマイクでね、歌って踊るのがかっこいい、うん、生歌でも衣装もやっぱり派手やな、結構派手な感じするのもって、うん、ABC、うん、ああ、全然いい、えっ、そういう意味か、 ABC これから使おう、 ABC どうやってるんだ、はい、ABC って、はい、 ABC って Hello ABC ってその日で関係終わりやこれ俺はこっちの方がいいけどね、さっきあの仮面舞踏会より私もこの曲の方が好き、うん、あ、マジで、うん、曲もそうやし、そのパフォーマンスもこっちの方が、う、ね、うん、派手やな、全体的に、うん、アイドルらしさが出てる、お、いいこと言ってる、
ンドマイク。あ、この辺。ああ、こういうパフォーンスは絶対入れてるって感じやな、やっぱり。すごいな、っていうか、一曲で倒れそうなんやけど、俺。じゃなくても生歌で歌ってるから、うん、すごすぎる。他の映像で見てたら、うん、あのマイク落としちゃうハプニングとかあったり、見て、うん、疲れてってこと？いや、なんかあのちょっとあのね、踊りがさ、そう、激しすぎて、そう、でもやっぱり生歌で歌ってるっていうのが、うん、わかるからすごいな。すごいな。コメント気になっちゃう。うん、今から今で。足りないところが一個もないっていう、私のアイドル少年隊ってハトハトハトって書いてる、うん、それが一番いいねが押されてるっていう、うんうん、でその次に、まあ、一応いいねを押されてるそのコメントは、うん、かっけーって言って、そのめっちゃ昔なのにその激しい踊りと歌、ファッション、うん、舞台の衣装、そのまあ装置全部まあ惚れましたとか書いてるっていう、うん、でこの人はこのまま今さデビューしてもまたブレイクするとか書いてるし、そう、ね、うん、トップアイドルだね、時代関係なくっていう、うんうん、この人が言ってるのは、うん、本当にそのこの映像の画質以外に、うん、今の現在のさ日本のアイドルに比べてるのも全然、うん、上かもしれないって言ってるからね、そういうの。だってジャニーさんが最高傑作っていう意味ぐらいやもんな、そういうことなんじゃないの、うん、やっぱみんなジャニーズのみんなが憧れて少年隊になりたいって言って入ってきた人もすごい多いと思う、うん、男のさファンが多い感じもするな、やっぱりそのまあ一応、そう、本当にかっこいいっていう言葉しか言うことがないとか、うん、それかっこいいってなんかめっちゃ、まあ、言ってるわけやからさ、やっぱり踊りのなんかその褒め言葉がやっぱり多いな、やっぱり、うわー踊りやばいみたいな、そういうのめっちゃ書いてるし、確かになんか男女からファン多そうやな、うん、そう、どっちもね、そうだね、そうそう、なんかジャニーズキラキラアイドルみたいな、うん、女の子向けっていうよりはね、うんうん、やっぱりなんかそのかっこよさあるもんね、そうだね、やっぱ男ってやっぱりそのめっちゃ踊りさ、うん、まあ、踊ってる人見たらさかっこいいみたいな感じになってファンになるやん、俺はそんな感じだったけど、うん、でもなんかその顔もさ、うん、一応かっこいいから3人とも、そうやな、しかもなんか今のアイドル、うん、俺もちょっと詳しくは分からへんけど、うん、そのイメージの中ではもうちょっとさ中性的というかさ、男らしさっていうよりは綺麗でさ、なんか可愛いみたいなイメージがあるけど、この人は結構男とかしてるから、ね、だからじゃない、男からも憧れる、ザ男みたいな感じ、これに、いや今のアイドル今のアイドルっぽいんじゃん、そうだね、どちらかというとザ男みたいな感じある、ザ男なんかまあ、いつもってことにしようか。ってことで今日は終わりかな。終わり、はい、終わりでしょう。はい、今日は視聴ありがとうございました。感謝だ。チャンネル登録、いいね、コメントお願いします。駆動、チョワヨ、ふたけよ。